ニーダーシュレージュッシュ、メルキッシュ線とは、ドイツ連邦共和国のベルリン東駅から、フランクフルト駅を経由して、グーベン駅に至る鉄道路線である。現在の営業区間に合わせて、ベルリングーベン線とも呼ばれる。かつては、ベルリンフランクフルトグーベンルブスコビエニュフ、ジャガンブロツワフを結ぶ路線であったが、二度の対戦により、国境線を含め社会情勢が著しく変化したこともあり、 グーベン・ルブスコ艦及びビエニュフ・ジャガン艦は廃止されている。ベルリン・フランクフルト艦は、ベルリン・ワルシャワ・エクスプレスをはじめワルシャワ・モスクワ方面へ向かう数多くの国際誘導列車が経由し、EU のトランスヨーロッピアン交通ネットワークの E20 号線を構成する路線である。また、ファムヨーロッパ回廊の2号線でもある。オストクロイツ・エルクナー館は S バーンが運行されており、 ベルリン S バーン S3 号線と呼ばれる。1880年当時のメルキッシュ駅1845年、当時のフィルステンバルデ駅1840年頃には、ドイツの周辺国はすでに幹線鉄道の建設を開始していた。1837年から1839年にかけては、ドイツ発の長距離鉄道であるライプツヒ、ドレスデン線が建設された。 プロイセン時代の1842年から1847年にかけてブランデンブルカ辺境白領の首都であったベルリンと原ポーランド領のブロツワフを結ぶ鉄道が私鉄として開業したのが始まりである。1852年には国有化された。1875年5月15日にはヤシェンジャガンレグニツァ間の 93km の伏線の短絡線が開通した。 産業革命の初期には特にベルリン周辺部で輸送量が増加した。1890年代の間、数多くの駅が新設され、エルクナー駅までの郊外列車用の伏線が新たに併設された。第一次世界大戦後の1920年には、プロイセン国鉄の残存区間と共にドイツ国鉄の一部となった。1928年には、 ベルリン近郊のエルクナーまでの区間が第三機乗方式で電化され、1930年12月には他の近郊路線と合わせてベルリン S バーンと名付けられた。一方、長距離列車は蒸気機関車による運行のままであった。ベルリン S バーンの終点でもあるエルクナー駅、レシュノフルネ駅支線のフランクフルトポズナン間はワルシャワ・モスクワ方面につながる路線であった。 ソ連軍により補給路として期間は1 5 2 0ト、mm、ルに改め機の上で再建されたことにより1945年4月25日はソ連軍がベルリン市境まで到達した1945年6月28日にはモスクワベルリン間に最初の旅客列車が運行されたヨシフスターリンがポツダム海岸に参加する際にはポツダムまでの区間が後期に 改めきされた。しかしながら、1945年9月20日には、輸送力増強のために、再び標準機に戻された。ベルリン・フランクフルト間は賠償品の接収、輸送に必要とされた路線であったため、他のソ連占領区域の多くの路線とは異なり、単線化は行われなかった。1980年代に、東ドイツ政府により、 交流1 6 7ルツ1 5 k v での電化が行われ、今日では国際交通の基軸の地位を再び取り戻している。グーベンジャガン艦はオーデルナイセ線をまたぐ区間であり、東ドイツとポーランドの国境になった。長らく打ち切られていた旅客輸送は1972年になって、ようやく再開されたが、1981年には、 ポーランドの政治的地位向上もあり再び中断された。1996年にはポーランド国鉄が国境となるグビングーベンカンで3両編成の旅客列車の運行を再開したが乗客自体が極端に少なかったことから2002年10月6日に運行は終了した。貨物輸送は他のルートが主流になったことから1994年に終了した。 ありがとうございます。